ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつぁん。よっ、ああ、吉太郎、日本一。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい？これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。生きがるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？我慢もんか。大丈夫か？マスミ、
紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか。こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。わかってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。父さん、父さん、20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、一なら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、ミツ、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い字だけはターゲってんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ。一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ、
わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。俺わかりました。のそうだミツ、ここどうなってる。名言サックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形にできたのによ。そんなこと言ってる場合すか。あ、こっちの方も整えて別で触るんですよ。すいません。